二の腕をほっそり。皆さんこんにちは。元ブライダルモデル、ハンモックエア協会代表の萌です。今日はたった3分で二の腕をほっそりする方法をお伝えしていきたいと思います。というのもね、先日うちの生徒さん、その生徒さんからズームレッスンの最中にある相談を受けました。結婚式3日前になった、結婚式に向けてトレーニングやエステやいろんなことを頑張ってきて、体重も落ちてドレスもしっかり入ってほっそりしてきた。でも今日3日前試着をしたら、ドレス姿の自分を鏡で見て、あと数センチ、もう一回りか二回りか二の腕が細くなってほしい、このちょっとごつくなった肩周りも細くならないかと相談を受けました。さすがに本人もたったもう3日で二の腕を細くするなんてなかなか無理かなと思いながらの相談だったみたいなんですけど、人生一度の晴れ舞台だし、写真は永遠に残るし、皆さんもブライダルでなくても明日着る服があと数センチ二の腕細かったら綺麗に着れるのにな、明日か、二の腕細くなりたい、すぐなりたいっていう時ないですか？さあ、これは私の専門分野なのでめちゃめちゃ気持ちわかるんですよ。彼女はとにかく挙式前でやることもたくさんあるし、忙しいし時間もないということだったので、私がブライダルショーに出る直前に行っていたラップの芯を使ってできるエクササイズをお伝えしたところ、なんとこんなに変化が出たんです。たった3分、たった3日だよ。すごくない？すごいよね。実は二の腕痩せにはポイントがあって、このポイントを理解しておけばだいたい2センチぐらいはすぐに細くなることができるんです。私は毎週毎週ブライダルドレスを着るお仕事をしてきました。息子を出産した後は抱っこ抱っこの日々で、こう二の腕ごつくなってたし、家事をして重たい荷物を持って息子を抱っこしてってしてたら、もう筋トレ状態で結構肩周りもごつい女になってたんです。何回も何回ももうブライダルモデルやめようかなって悩みました。なぜいつもドレスで二の腕があらわに出るので、すごく悩みだったんです。子育て中のお母さんなんかはかなり悩むと思います。で、たどり着いたのがある二の腕痩せのポイントだったんです。時間のない方、とにかくすぐ明日デートだから二の腕痩せたいという方は必見です。二の腕が太くなってしまうメカニズムを理解することが重要なポイントになってきます。なので二の腕痩せたい方は最後まで飛ばさずに動画をご覧ください。ではまず二の腕が太くなってしまう原因というのを説明していきたいと思います。では少しね、ブラブラブラーと肩の力を抜いて、体側に手をバランと下ろしていきましょう。この時横から見た時に少し肘が曲がってしまう方、これが要注意のポイント。二の腕にはこんな風に上についている力こぶの筋肉、上腕二頭筋と、下についている気になる振り袖取りたいよという筋肉、上腕三頭筋とに2つに筋肉が分かれています。横向いた時に肘がかすかに曲がっちゃっている人っていうのは、この力こぶの筋肉、ごつく見えてしまう筋肉、上腕二頭筋がめちゃめちゃ固まっているんです。反対に肘がこう少し曲がっているっていう人は、この前側の筋肉は固まっているにもかかわらず、上腕三頭筋の方は肘が曲がっている人っていうのはブヨーンと使われてないからたるんでしまっているんです。つまり振り袖状態です。本来はこれ反対になりたいよね。こっちはね、別にボディービルダーじゃないから、もっこりしたごっつい筋肉はいらないから、こちらのたるんでいる方を硬くして、こちらを柔らかくしないといけないのに、肘がたるんでいる人はこれが反対になってしまっているんです。もったいない。これにはね、ある体の仕組みが関係しているんですよ。関節というのはそもそも
曲がった時に曲げた方と反対側の筋肉がオフになるという性質を持っているんです。だってね、普通に肘曲げる時にさ、反対側の筋肉にもオンになってたら肘曲がらないっていうことになって肘曲げれないですから。これが現代人は少し猫背巻き肩さん、肘が少し曲がった方っていうのが多いので、常に後ろ側の上腕三頭筋、振り袖タルタルの二の腕の筋肉はたるんだ状態で生活をしている、つまり使っていないんです。なので二の腕をちゃんと伸ばしきるエクササイズを行って、日常生活から二の腕を伸ばしきる状態を作っておけば、それだけで二の腕って意外と引き締まってくるんです。ただしね、ただ単に二の腕を引き伸ばすエクササイズのみを行っても、もともと力こぶが硬い方っていうのは少し効果が出るのに時間がかかってしまったり、なかなか二の腕痩せの効果ってすぐには出ないんです。そう、今回の私のご相談を受けたお客様みたいに、もうすぐに二の腕細くなりたい、早く痩せたいという方はどうしたらいいんでしょうか。そう、今日のすぐに二の腕が痩せたい人への二の腕痩せのポイントは2ステップ行うことです。まず最初に力こぶを柔らかくするストレッチを行って、それから二の腕をしっかりと肘を伸ばしきるエクササイズを行う。これを行うことによって二の腕痩せの効果を倍速させちゃいます。では一緒にやってみよう。では少しチェックしていきます。力こぶっていうのはね、まず肘を曲げたり親指を下に向けるための筋肉なの。肘の曲げ具合どうですか？肘を伸ばして万歳した時の感覚どうですか？前から万歳した時の感覚、この2つをエクササイズが終わった後にぜひもう一度チェックしてみてください。ではチェックが終わったところで、次は力こぶのストレッチを行って、たった3分の二の腕痩せ行っていきます。膝が浮いてくる方は膝の下に何か引いて、サランラップの芯を台所から取ってきてね。では最初に説明したように、上腕二頭筋、力こぶの筋肉は肘を曲げたり親指を下へ向ける筋肉なので、その反対の動きを行っていきます。肘を伸ばして親指を内側へ向けていきます。このような動きを行っていきます。わかりますか？後ろから見るとこういう動き、片手ずつ行っていくよ。ではまず肩の延長線上に手を伸ばしていきましょう。そして肘を伸ばして親指を下に向けて、そして手を後ろへ送っていきます。ゆっくりと息を吸って吐く息で後ろの方へ伸ばしていく。肘を伸ばしきって、指先もしっかりと伸ばしきっていきます。肩が耳に近寄ったり肩がすくんだりしないように、呼吸を繰り返しながら、もう一度説明すると、力こぶの筋肉は肘を曲げたり親指を外へ向けるための筋肉なので、反対の動き、そう、肘を伸ばして親指を内側へ向ける動きで伸ばすことができます。 OK です。では反対いきましょう。肩の延長線上に手を伸ばして、肘をしっかり伸ばしきったら親指を内側へ向けて、そう、肩が耳にどうしても近づいてきそうになる方は反対側の手で肩を押さえて下にぐーっと押しておいてください。じわーっと伸びてくると思います。力こぶの筋肉って伸ばすことを現代人はほとんどない。こうやって耳とか立ち返らないようにしてね。なぜかというと、パソコンをする、スマホを見る、この作業だけでもう力こぶの筋肉にはしっかりと固まったり力が入ったりしているの。だから1日に1回この動きを行うのは現代人にとってはおすすめです。もちろん二の腕の振り袖をなくしたい人にも、しっかりとその後のエクササイズに効果が出るように、このストレッチはとても大切です。
さあではここから3分二の腕痩せを行っていきます。手をパーにしてこのようにサランラップの芯を手と手のひらでしっかりと押さえたら肘をぐーっと伸ばします。耳と肩を離したらそのまま後ろへ送っていくだけ。余裕がある人は膝と膝の間に何か挟んでください。ペットボトルでもいいし、枕でもいいし、ブランケットでもいいし、それが離れないようにすると足の内側の筋肉もしっかりと鍛えられてお腹痩せ効果もあります。指先をしっかりと伸ばして、三頭筋、そう、力こぶと反対側のゆたるんだ筋肉に効いてくるね。ただしこの時も肩がすくまないように、耳と肩の距離はしっかりと保ったまま、なるべく肘はピーンと伸ばして、指先も伸ばして、あと少し OK。 2種目目いきます。さあ今度は同じように手と手の間にラップを挟んでしっかり肘をぐーっと伸ばしたら曲げていくんですが、この時に頭の後頭部の後ろをラップの芯が通るようにこうやって前に行かない、腰は反らないで背筋はしっかりと伸ばした状態で行ってください。これが辛いよという人は椅子に座った状態で行っても大丈夫です。手はしっかりパーにして、やっぱり指先は伸ばしていく、顔が前にカクンと落ちないように目線を軽く斜め上空、呼吸をしっかりと行っていきます。意外と辛いですよね。頭が前に倒れそうになるもん。でもこれで二の腕痩せるから、振り袖取れるから。さあ最後です。もう一度手と手のひらでしっかりとラップを挟んだら、そう、肘を伸ばしたまま後ろに送っていくんだけれども、耳の横でぐーっと両手バンザイして、そして耳の横から後ろ、そう、耳より前に腕が来ない、この状態っていうのを作っていきたいんです。現代人はね、どうしても耳より前側、つまり猫背巻き肩になって作業をしているから、私たちの上腕三頭筋、二の腕の振り袖っていう部分が使われない。そう、耳より後ろ、つまり背筋をしっかりと伸ばして猫背巻き肩ではない状態で二の腕の上腕三頭筋を使う。万歳した時は耳より手が後ろ。あと少し、辛いね、辛いね、でもあと少し。OK です。お疲れ様でした。じゅわじゅわーと暖かくなってますね。では少し二の腕の部分、この状態で叩いておくとさらに脂肪が燃えやすくなりますよ。肩を少しリラックスさせて、頭の後ろで手を組んだらゆっくり側屈して広背筋のあたりをじゅわーっと伸ばしておきましょう。広背筋、背中の筋肉、腕につながっている筋肉です。これでついでに背中痩せも行っていきます。ふう、呼吸して、肩をぐーっと縮こましてストーンと力を抜く。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。背中のあたりから腕のあたりにかけて暖かく、少し熱くなっていますか？肘がしっかりと伸びやすい状態になっていたら大正解です。このように日頃から少し頭の中で考えて意識して上の上腕二頭筋だけを使うのではなくて、この上腕三頭筋、下の部分を使う、もしくは使えない、なかなかわからないという方はしっかり叩いたりして目覚めさせて、伸ばした状態で下の振り袖を引き締めて、普段の生活からもう二の腕が太くならないようになっていくので、ぜひ続けてみてください。ではこの動画を最後までご視聴くださいましてありがとうございました。皆様からのコメントもコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもものすごく励みになるのでお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。